リュッツ王は、ドイツ海軍のアドミラルヒッパー90寿命艦。同級の第3グループに属し、艦名は、ナポレオン戦争時のプロイセンの将軍ルードビヒ、アドルフ・ビルヘルム・フォン・リュッツ王に由来する。1937年2月8日ブレーメンのデシマークゾー戦所で起航。1939年7月1日浸水。偽装中に第二次世界大戦を迎えた。 1939年の独ソ不可侵条約により、リッツオは350万トンの物資と引き換えに1940年2月11日に未完成のままソ連に売却された。この時には、環境の基礎工事が行われ、A 砲塔、D 砲塔が搭載されていた。レニングラートのオルジョニキー関連工場へ栄光されたリッツオは4月15日よりドイツから派遣された技師の 指導の元建造作業が再開され1942年頃の完成を目指した。リュッツ王の艦名は第二次大戦開戦後ドイッチュラント急走交換一番艦ドイッチュラントの解明の際に再利用された。9月25日にはペトルパブロフスクと改名された。これは83型と称された。ソ連海軍にとって82型艦の溶接構造の船体や 走行配置、新型の高温ボイラー、10.5センチメートル、連装広角砲などは貴重な教材となった。第17中央設計局は、図面や資料を積極的に研究して、技術の吸収と、その向上に役立てた。ドイツで、ソ連侵攻の準備が開始された時、ドイツ人技師たちは、ペトルパブロフスクの建造を中断した。1 9 4一年六月のドイツによる、 ソ連侵攻の直前では完成率は51%であった。しかし、ペトロパブルフスクは最低限の運用能力は有するものとして1941年8月15日には実戦配備につき浮き放題として使用されることになった。デニングラード防衛戦ではドイツ軍に対して20.3センチメートル砲で艦砲射撃を行った。この時に 英砲塔の一門は22発を撃ったところで破裂してしまったが、残りの三門で1700発以上発射したが、1941年9月17日に砲爆撃を受けて、被弾浸水により、校内で着定した。1942年9月10日には扶養され、9月16日から17日にかけて修理のためにクロンシュタットへと栄光された。 手法の三門のみが使用可能という部分的な修理を受けた結果、ペトロパブロフスクは戦線に復帰した。1944年1月には、赤軍がドイツ軍のレニングラード包囲を突破した戦闘に参加し、火力支援を行った。この年の9月1日には、タリンと解消された、練習館時代の本館。1953年3月11日には、 ドニエプルと解消され、練習官に監修外された。1956年12月からは、会場弊舎に改修され、名称も PKZ-112 に改められた。その後、1958年4月には除籍となった。そして1959年から1960年にかけて解体された。ありがとうございます。